ここにやっと得体別駅手跡の石碑見ました。ここ農家さんですよね。わあ、花が綺麗に咲いてるとこにね、この石碑があるんです。得体別駅手。先ほどね、郷土資料館と図書館行ってきたんですけど、ちょっとね、郷土資料館は見ることができず、図書館にもね、長子の資料見たんですけど、駅手の写真ってないですね。あー、これか。あ、裏に何か書いてる。明治24年。なんだろう、これ。家庭道路、マシケ線、ソラチタと、マシケ、って書いてんのかな。重要な、路線、って書いてますね。郵便物の取り扱いも、行ってると、書かれてます。ここにね、駅停があったんですね。はい。はい、ただいまダークソンはコンピラ公園の神社に着きました。こちらね、キャンプ場になってまして、もともとね、ご領地の払い下げを受けた三谷地区の関係者によって作られたものでございます。このような火が立って、赤松ですかね。でね、そんなにね、標高の高い場所ではございませんが、このようにね、眼下に北竜町の水田地帯が眺めることができるいいスポットでございます。割と俺こういうの好きだな。いいな、ここなんだこれ。眼下には用水路ですか。これはね、得体別ダムの水を引いてるんですね。おー、いいな、この眺めいいぞ。はい、じゃあその辺ね、うろうろ散策してみたいと思います。はい、ダクソンです。こちら、コンピラ公園のね、88箇所巡りのような、こういった石碑がたくさんあってね、道なりに進んでいくと、このように、お堂がありました。犬は蜂に囲まれたよ。中にね、何か仏像、建立されてますね。うわ、スズメバチみたいなのが、私の周りを巡回し始めたんで、撤退したいと思います。